巨大かぼちゃの重さを競う品評会が木山町で開かれ、およそ38キロのかぼちゃが優勝しました。この品評会は地元の農家の親睦を深め地域活性化につなげようと JA 佐賀木山支所が2000年から毎年開いています。出品したのは町内の農家8人で、品種はアメリカ原産の観賞用かぼちゃアトランティックジャイアント19個。今年は6月から7月の長雨で実のつきが遅く、出品数は例年の5分の1ほどで、重さも例年より平均で40キロほど軽いということです。今年は 37.9 キロのかぼちゃを出品した大場康則さんが4度目の優勝に輝きました。100キロ近いのを作りたいんですけど、長雨でなかなか実がつかなかったということで、なったらなったでまた嬉しいですね。出品された巨大かぼちゃは地元の住民などが購入したということです。